どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ、インボーク。第14回占領戦が終わって、人間側の勝利で終わって、僕ね、人間側だったんで、チケット、報酬もろもろ、たくさんもらったんでね、今回も、引いていきたいと思います。まあ、全部で156連ぐらいかな、あるんで、はい。まあ、バンバン引いていきましょう。まずは捜査官篠原さんからまず始まる。篠原さんとイワッチョが来る確率が俺この端末めちゃくちゃ多いような気がするんだが。で月山と、あれ俺今の月山なんか2回目だったような気がする。あの赤いシャツのあれだったよね。どこだっけ、あの教会といえば夏に公開される東京グル2だけど、多分そこまでだよな。レストランやって、で多分教会までかな。とは思うんだけど。いいよ、いつもこの無料のね、チケットの100連ぐらいでは、全く SSR 来ないんだけど。って言ったら来ないな。50円回して2枚か。結構いい方なんだけどな。さあ、60連目、来ない。がもう2周年のガシャ始まるのがあさって、まあこの動画投稿するのがいつかわかんないんですけど、多分あさって日曜ぐらいに投稿すると思うね。火曜日もうあさってで例のガシャが来るんですけど、どんな形で来るのかな。まあ今年じゃないわ、今月オール今男性ピックアップで来てますけど、今月は復刻のあれかな、ピックアップしか来てないから、インボケメスの話ね。どういう形で来るんだろうな。フェスで来れば350個で最後 50% とかになるのかな。あれだけ強いから、月山とかだったらインボケフェスでも1体確定で最終ステップで出してきてたんだけど、っていうか最近のインボケフェスって確定しか来てなくね。 50% のやつあったかな。ちょっと一回ボックス整理しますね。 RC ポイントがもうたまりにたまってるんですよ。なんで2周年イベントの時に、まあ、若干この前みたいに、ね、正月年明けすごい RC ポイント特売されてたじゃないですか。あの促進剤とか、あれがもう一回来てくんないかな。あれが来てくれたらめちゃくちゃ嬉しいんだけどな。じゃあとりあえずまず派遣の方から引いていきますか。でまあさっきの話に戻るけど、今月はまだ復刻フェスしかやってないから、まあインボケフェスで来るんじゃないかなと。スペシャルも来てないけどね最近。このまま復刻だけでは終わるような気がしない。ってなると1体確定にしても1体取るのに350個必要になってくるのかなと思ったり、最低でも700個は必要だよね。なかなか、まあ今石のセールもしてるしな。しかも石のセールってあれなんだよね、火曜日までってことは火曜日の0時までなのかな。今のうちに買っといた方がいいのかな。さあじゃあまず派遣の方からやっていこうかな。もうそろそろ派遣で持ってないキャラいないんじゃないか。こっちのチケットの方はもう出尽くしたんじゃないかな。そんなことない。おむつき。派遣もね、もうだいぶあぶれてきて、そろそろ整理しなきゃいけないなと思ってるんですけど。やっぱ派遣の武器強化をさ、まあずっと進めてるけど、厳しいね。本当にアンテイク攻防戦が来た時にガチ周回しないと、全然あれだね。なくなっちゃうね、武器の交換チケット。平子さんか、平子さんちょっとごめん売るわ。まあもう安定攻防戦やった後最強降臨クエストを周回してもチケットの美味しさがさもう10倍ぐらい違うじゃん。しかも最強降臨クエストってあれ聞いたっけ、報酬倍率。
人差し指が痛いや。今セキロってゲームやってるんですけど、ずっと敵が強くてもボタン連打する回数もう指が、人差し指がめちゃくちゃ痛くなってる。コントローラーの R ボタンを押しすぎて人差し指が曲がんねえや。さあカネキ、このカネキ、あ、初期カネキはあれか、あれだよな、もう普通のルート A のカネキだもんな。あ、そう、最近思ったんだけど、重蔵の誕生日で出てたあのほら、あれ何の銃、スコーピオンかなんかわかんねえ、持ってるあったじゃないですか、重蔵青霧のアジコ飛び込、アジトに飛び込んでいくやつ、バイクで。あの時の重蔵って今どうなったんだろう。俺あれ引いてなかったから10連しか多分引かなかったと思うんだけど、あれ、ね、今どういう能力になってるんだろうな。あ、うお、夏クラッカー夏クラッカー入ってたんだ、やった、初ゲット、嬉しいわ。やったね。これでオークション編のパーティー、マダムとか出ないのかな。出てないよね、マダムって。マダムとかプレイアブルのキャラクター、でもでかいからな、あいつ。でもエトーほどではないのかな。もうエトーがね、実装できたんだからマダムも実装できるんじゃないかな。 3D モデルもせっかく作ってんだし。さあラスト、いやー、ナッツクラッカー良かったな、今の。ハイセ、お最後締めくくりはハイセかよさっきハイセ、あれだ、ダブ、なんかほんと促進剤で最後のさ、80% から 100% に上げる時だけ促進剤使った次のガシャから毎回毎回ハイセが出るんだけど、どういうこと、ほんとに。ずーっと出なかったのに、あと1体が。ということですね、今回はチケット第14回占領戦の報酬チケットで、ガシャを回しました。まあ明後日から、まあ前にも言ったんですけど、多分ねメンテナンス終わったらすぐ国立決戦の金木と有馬来ると思うんで、まあ、それを引く生放送をですねやろうと思ってるので、時間はちょっと僕仕事が終わるのが何時か分かんないんで、あれなんですけど、まあ夜やろうと思うんでね、よかったら見に来てください。というわけでお疲れ様でした。今回はこの辺りで終わりにしたいと思います。今回もイラストが届いております、どうぞ。